マザーテレサのお家。バイクタクシーが有効に使えるんですよ。バングラデシュにも似たような本屋さんありましたよね。日本人に興味はなさそうです。 Thank you. Can I get job then? We have to get a visa first. 奥に見えるのがニューマーケットです。面白そうだからついてみた。インドはね、世界三大財布の一つですね。インド、エジプト、モロッコ、3つ全部制覇しました、ね、こんにちは、マサトです。インド、コルカタに来ています。ここはインドの東に位置する町です。昔、イギリス領インド帝国の首都でした。昨日少し街歩きしてみたんですが、なかなか面白い街です。今日はその様子を皆さんにお届けしたいと思います。それでは行きましょう。宿の屋上から撮ってます。なかなかボロい家が並んでますね。すごいな、これ。この下もね。こちらが道路側です。バングラデシュほどじゃないですが、やっぱり騒々しいです。ちょっとこっちの方面白そうだったので行ってみたいと思います。インドもね、かなり排気ガスすごいです。マスクを持ってきました。まあ歩いてるときはいいけど、あのバイク乗ってるときですね。結構ね、この街もバイクタクシーが有効に使えるんですよ。かなり便利です。 2,3 キロ乗っても100円ぐらい。まあ、地下鉄もあるみたいなので後で乗ってみたいと思います。いや、めっちゃショックなことが起きました。帽子をね、なくしてしまったんですよ。どこ行ったんだろうな。あの帽子ね、軽いし折りたためるしね、すごい便利だったんですよね。セール品だったのでもう手に入らないと思います。くそ。インドでね、帽子探してもね、なかなかいいのが見つからないんですね。キャップはあるんですけど、ああいうちょっとつばの広いハットがないんですよね。みんな帽子かぶってないですからね。やっぱね、インドでは日よけ対策必須ですよ。まあ、インドじゃなくてもそうか。やっぱこの年になるとね、シミとばかすも目立ってくるんで、だからアップはなるべく避けてます。遠くに離してね。アップにしすぎるとね、あれですよ、目立っちゃいますから。見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだワンになっちゃいますからね。だからなるべく離してます。僕もすごいな。しかもね、 Bluetooth イヤホンもなくしたしね。昨日ね、屋上で洗濯物干してたらね、パンツも飛んでったんですよね。いろいろなくします。洗濯バサミでね、あの服を干してたんですが、誰かね、洗濯バサミに取ってったんですよね。で、飛んでいきました。はい、かわいい。子供がジロジロ見てる。うわ、すごいな。この辺もなかなか賑やかですよ。本屋さんがいっぱいあるんですよ。野外で本屋さん。バングラデシュにも似たような本屋さんありましたよね。かなり似てます。同じ感じ。反対側、向こうにもあります。でもこのブルーシートの下は涼しいですね。涼しい。ずっと本屋さんが続いてますね。みんな活字読むんですね。昔はね、自分もよく読んでたんですけどね、今はもう全く読まなくなりました。なんでだろう。いつもね、3冊4冊同時進行で読んでたんですけどね、本はだいぶ飽きました。あ、ここは学校なんだな。大学かな。ユニバーシティって書いてますね。だから本屋さんがいっぱいあるんだ。すごいな、本屋だらけ。これは何ジュースだろう。飲んでみようかな。これは何、ライム。あ、ライムっぽいの。ちょっと一杯飲んでみるか。
若干ここ臭いけど、よし一杯もらおう。ちょっと混んでる。いただきます。うわやばい酸っぱいこれ梅ですね。なんかライムなんですけどめっちゃ梅っぽい。ちょっと残すのもったいないので一応全部飲みます。失敗した。酸っぱいよ、酸っぱくさい。20ルピーです。いくらだ。40円。さっきのお店は500ルピー渡したらお釣りないって言われましたね。900円ぐらいに対してお釣りないってやばいですよね俺もねもう500ルピーしかないので後でお金持ってくるって言いました。9時までやってるみたいですね。一応信用してくれましたね。あんなにねお客さん来てたらお釣りぐらいありそうですけどね。嘘だったのかな。おインドもクラクションすごいですね。次はねカチョリが有名なお店に行きます。カチョリというのは揚げパンの中にジャガイモや豆などが詰まったものらしいんですけども、美味しいところがあるらしいんですよ。40年だか50年だか続く店、有名なねそういう職人みたいな人がいるらしいですね。楽しみです。よしじゃあ地下鉄に乗りましょう。こういう景色がいいですね。何気ない日常。これはなんだ、クリケットチームとかかな。これはゴミ捨て場でもなさそうだ。見てください、印刷してますね。ほらすごいな、なんか旧式な感じ。向こうにねなんだろう、あれ機械があって上から、あ違うか、祭壇、あ祭壇だな。なるほど。ちょっとあんまり近くに行けないけど許可は得てます。すごいな、めっちゃ整えてる。見えるかな。あ、一瞬ですね。こちらがコルカタのバスですね。夜はね不気味に光ってるんですよ。なんかゾンビが乗ってそうな今でもあれがゾンビであっても不思議ではない。人のことあれって言っちゃった。結局地下鉄の駅が遠かったみたいでバイクにしました。いつも通りです。まあ、40、50円ぐらいしか変わらないので。詰まってますね。街並みは結構バングラと似てますね。なんかそれっぽい匂いもしてきたぞ。似たようなお店もあるらしいんですよね。パクってね真似して作ったようなお店もあるみたいです。聞いてください、このウーバーあるじゃないですか。あれってね乗り終わった後に評価を送るんですよね。でドライバー側もこっちに評価つけるんですけど、昨日ね自分の評価見たら満点がこのうちいきなりね3.2 だったんですよね。と思って、マジと思って、なんでそんなに低いのと思ってね、びっくりしましたよ。悪いこと全くしてないですけどね。たまにね、その待ち合わせ場所にね、戸惑うことありますけども、
今日もね、さっきあの反対側の車線にいたのでちょっとね、合流するまで時間かかったんですよ。多分そんなのでみんな文句言いたいのかな、そうやって不満なのかな。あと昨日とかはなんか無理やりチップ請求してきて、まあもちろん断ったんですけど、そういうのに対して評価1とかつけてきてるんじゃないかなと思うんですよね。納得いかないですよ、 3.2 なんてさ。あ、どこだ、ここですね。残念ながら閉まってました。昼の12時までしかやってないみたいです。朝の7時からって言ったかな。食べたかったな、くそ。夜はやってないって言ってましたね。本当かな。でもインド人嘘つくんでね、本当かどうか分かんないです。この道たどり着くのにもね、結構大変でした。そう、なんかね、インド1日目に話したんですけど、お酒が飲めるところ行きたくて探して、でレストランの店員さんにあのバーの場所を聞いたんですよ。バーかまたは、レストランで飲める場所。そしたらね、向こうだって言うからそっちの方向行ったんですよ。でもどこ探してもなくておかしいなと思って、たまたまホテルが目についたので、そのホテルに入ってフロントの人にこの辺にバーないですか、飲めるとこないですかって聞いたんですよ。そしたらまた違う方向を指したので、そっちに向かったんですね。でもね、どこを探してもないんですよ。おかしいなと思って、でもこれ以上行き過ぎても危険かなと思って、それ以上行くのやめました。そして最初に聞いたレストランでご飯食べて、そこのウェイターの人に聞いたんですよ。この辺でお酒飲めるとこないって。そしたらね、ノー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 って、この辺なんてないよっての普通に言われました。と思って、その後ね、調べたんですよ。あのインド人嘘みたいな感じで、そうするとね、やっぱね、嘘つくらしいんですよね。なんか物を聞かれて知らないっていうのを申し訳なく感じるみたいで、それだったらね、嘘でも違うことを伝えようってするみたいですね。なんだそれって感じですよ。意味は分からない。なんだこれは。あー、ちょっと癖が強いかな。プサッドプサッドプサッド、 OK、マーカリプサッド。あー、Do you have change? How much is it? Free? Oh, OK, thank you. Yes. I try. Thank you. Test.ただでした。ただみたいです。やった。マーカリ。マーカリ。ああ、オッケー。何でしょうこれ。いただきます。オッケー。あ、普通に美味しい。あ、辛っ。Yeah, good. It's very good.ピリ辛でおかゆみたいな感じですね。カレーです。カレーのおかゆみたいな感じで、ちょっとね、味が薄い。塩が欲しいですね。なんか誰かずっと話しかけてくる。この器が葉っぱみたいですね。葉っぱかな。二重になってるからね、熱くないです、持っても。あー、パクチーが入ってて、うんうん、普通に美味しい。なんか上にスープをかけてもらってますね。俺もお願いしよう。あ、Thank you。 なんだろうこれは、わかんないけどお願いした。 Hello young man, this side. Come here, come this side. OK。なんか俺と写真撮りたいみたい。Is it good? Thank you. Thank you. So sorry. あ、めっちゃ甘くなった。おいしいおいしい。クリーミーになりました。うん。でもコクが出てる。美味しいね、うんうん、食べてるうちに
味わい深く感じてきました。いい感じです。これは何だろう、芋を潰してます。こんななんかスープもパクチーが入ってる。オニプリ、パニプリ、オニプリ、ハマチです。パニプリ、パニプリ、ハマチ、20 rupees 6 piece 6 piece 20 rupees OK じゃあ change? No change, no change. ああ、okay. なんかどこもお釣りないですね。たった500ルピーでお釣りないなんて。でもちょっとあれ食べたいんでどっか探します。コンビニみたいなところでお金崩します。ドリンク2本買ってお釣りゲットしました。ここでもね、すごい嫌がられましたね。多分みんな持ってるけど出したくないんでしょうね。細かいの使いたくないんだ。パニプリ、パニプリ、インディアンフェマス。 OK、I want to try with this one. Yeah. パニプリ、ウォーター、ポテト、ちっちゃいですね、思ったよりも。こんな感じでスープみたいなのが入ってる。食べ方が難しい。ちょっとコクにかけるな。なんだかコクにかけますね。おいしい。最初だけここにかけるから、うまっ。もう一個もらおうかな。何も10ルピス。チャイを飲みます。美味しそう。 Thank you。 お、熱くない。見てください、この器可愛いですね。使い捨てですよ。いただきます。Very good。 美味しい。いいですね、チャイ。食べたいものは食べれなかったけど、でもストリートフードを楽しんでます。あー、美味しい。温まる。うん、うまい。扇風機で風を送って火炊くんですかね。面白いですね。捨てます。この辺にも散らかってますね、カップが。もったいないけど、ああやってチャイを売って一生終える人もいるんですね。それはそれでまた一つの人生ですね。チャイ職人。なんか他にも食べようかな。迷いますね。綺麗な野菜が売ってますね。青々とした綺麗。パクチーもたくさん。あ、ウォーターメロン。あ、オーケー。これスイカだって言ってますね。めっちゃちっちゃいです。ハロー。ハロー。 What you are doingI'm just recording. Recording? Yeah. You are from? Japan? Japan. Yeah. How about you? You don't have this vegetable in Japan? We have it. You have it? Yeah. How you like India? Yeah, I'm enjoying India a lot. Is it better than Japan or not? it's almost same. Tell me frankly. It's almost same. Same? Yeah. What you are doing there?In Japan? Yeah. I'm working. What the school? I'm teaching business. Teaching? Yeah.
if I want to go there, can I get job there? We have to get a visa first. Visa. Working visa. We are Indian. Friend of Japan. なんか市場っぽいのを見つけましたね。ここは何だろう。歩いてたらたまたま見つけました。なんか地元民がたくさんいる感じかな。どこも地元民か。ちなみにね、今のところね、一度も日本人を見てません。アジア人も見てないですね。ホステルに白人の人が3名ぐらいいる感じですね。まあ、だけどバングラみたいにそんなに話しかけてきたりしないですね。別に日本人に興味はなさそうです。このカメラにちょっと興味あるかも。このカメラを抱えてるとちょっと見られるかな。今回はね、あの DJI ポケット持ってるんで、 iPhone はもしかしたら盗まれたりするかなと思って、まあ、結局バングラはね大丈夫だったと思うな。人がめっちゃ多いから盗んでも逃げれないと思うでもインドはちょっと分かんないですね。盗まれたという話も聞いたことがあります。この DJI ポケットはあの本当にねすぐね熱持って使えなくなるんですよ。5分ぐらいでねもう使えなくなってもうダメだなと思ってたんですけど、やっとね長持ちする方法が分かりました。それがねカメラの下に三脚をつけることです。そしたら本体を持たないからその分ね充電が長持ちするんですよ。あ、充電じゃないか、その分熱くならないんですよ。本体をグッと握るから熱くなってすぐ使えなくなるんですよ。下に三脚をつければ大丈夫です。でもねそんなんじゃダメですけどね普通はね。あ、これかカチョリ。カチョリ、カチョリ。あ、just maybe two just one how much one piece two piece just one piece two piece how much price just one yeah yes thank you いただきます。違うお店のカチョリですね。あっち。うん。普通に美味しいですね。なんかベビースターラーメンみたいなの入ってる、ちょっと味が雑だけど美味しいです。とっても食べにくい。15安いです。食べ終わった後はここでしっかり手を洗います。バッチリ。ごちそうさまでした。 Thank you。この辺は飲食店が多いのかな。帽子が欲しいな。帽子。ちなみにねお腹も壊してます。バングラデシュの時点でもう壊れましたね。ただ夜ご飯の後に毎回ねセイロガン飲んでるのでそこまでひどくなってないですね。あ、いつもと違うなという感じはします。まあ、でも自分の場合札幌でもねお腹壊しますからね。地元札幌なんですけどもうずっと東京の水ばっか飲んでるから札幌の水飲むとねお腹壊すんですよね。残念ですけどねその自分の生まれ故郷の水でお腹を壊さないとさあ、スパイシーなカレーがするな。ちょっと向こうの方雰囲気があったので歩いてみます。みんな頭に重いものを乗せて、アフリカでは女性がやってました。
こっちの男性はみんななんか働き者な感じがしますね。バングラデシュの男はもう特にもう働いてましたね。運動感満載の通りです。うわ、ここは何だ、あのし、はい、なんか仏像みたいなのが置いてますね。像、よし、ここを抜けよう。どうやって抜けれるんだろう。にぎやかで楽しいけどね。次行くところは多分もっと人が多いと思います。次はマスク着用で。ニューマーケットというところへ向かいます。ウーバーはね、3キロぐらい走って、90円ぐらいですね。安い。ただみたいなもんです。ほぼただ。ちなみにね、この辺は詐欺師みたいな人たちが寄ってきます。昨日ね、帽子探しに来たんですけど、4人ぐらい寄ってきましたね。ほら、マイク。あ、待って、待って。大丈夫だよ。大丈夫だよ。この人は大丈夫。でもね、モロッコとかに比べてね、全然しつこくないです。1回か2回ね、ノーって言ったらね、いなくなってくれますね。1人だけまあしつこくて、あと追ってきてる人いましたけど、まあ、その人も最終的には大丈夫でした。なんかその詐欺師としてブログで紹介されてる人、その人がね、来ました。結構そのインド人英語分かる人もいるので、ついてくるなってドンフォローミーとかっていうのを大きい声で言えば周りの人も聞いてるから、それでね、またそこからね、さらに追いかけて行動する人は少ないですね。まあそこまで英語通じないけど、まあ多分ね、こうやってカメラ回してても誰か寄ってくると思います。まあ昨日はねちょっと怒っちゃいましたね。さすがになんかね、次々に来たので4人立て続けに来て、多分グルなんじゃないかなと思って、さすがに後半はねちょっとだけ怒っちゃいましたけど、でもしつこくないです。一応帽子がありますね。ほとんどキャップで、こういうのパケットハットって言うんでしたっけ。ちょっとね、つばが狭いんですよね。もっとねここが広いのがいいんですよ、横に。それがない本当に。でもいざとなったらこれしかないか。奥に見えるのがニューマーケットです。この辺はすごい人です。俺はそこに来てるんだよ。俺はここに来たんだよ、まさに。I know, thank you.下だって言ってますけど、いらっしゃいませ。Thank you。 なんか日本語で話しかけてくるな。そっち行ったらなんか変なもん売られそうだから、写真撮ってください。写真、はい。今マスリー、イスラム教のマスリー。あ、そうなの。そうだから、うん、写真撮って上撮ったら、なんか道の、うん、人がいっぱい綺麗ある。あ、そうなの。上から上ね。はい、上から乗せたの。あっち、あっち、あと、ね、あと、ここの、いろいろある。そうなんだ。インド初めて。初めてだね。インドいい国。そうだね、うん、ちょっと日本語できる。すごいじゃん。はい、大学行ったから、デリューね。あ、そうなの。だから
どこの大学？デリーの大学。デリー、ああ、うん、日本じゃなくて。そうそうそう、日本じゃなくて。入院してないよ。コロナの前は日本人ばっかりから。あ、そうなの。話したらちょっとあの勉強。そっかそっか。あっち。あっち何やんの？ヤギとか、うん、魚とか、うん、マーケット。ああ、あっちもね。ハロー。こっち。うん、オッケーオッケー。一人で歩くから大丈夫だよ。何か探してる？探してない。うん、ありがとう。じゃあ私に飯あげる。あのなんか飯？はい。飯だけ。オッケー。はい、ありがとう。犬はもうぐたってますね。はい、犬が。写真撮ってる。犬がもう。ね、名前は何ですか？あちこちに。マサトです。ペルー。ペルー？うん。オッケー。なんかこっちの犬は痩せててかわいそうですね。野生のものがなんかお土産今喋ってんだけど野生のものお土産、うん、今ちょっと喋ってるからね。カメラはラジャスタニヘリテージ。ああ、オッケーオッケー。そう、ルーマニアとかね、ブルガリアの犬はね大きくて結構怖かったんですけど、うん、こっちの犬はね痩せててみんなお腹減らしてそう。ラジ何あんの面白そうだからついててみるか。あ、疲れたな。結構人が多いのでやっぱり歩いてるだけで疲れますね。道端で今人がいっぱい。あ、そうなんだ、うん、買い物。買い物ね。こういう祭りはあの、うん、下と上と真ん中とみんな人があの新しい服を入る。あ、この辺でも興味ないな。ちょっと帽子が欲しいんだね。帽子が。じゃあ僕の店の飯あげるから。あ、いつ、はい、いつくれるの。うん、まだ自分でなんかゆっくり探して、うん、はい、自分飯あげる。オーケー、ちょうだい。ありがとう。もしあの、うん、店見てなんか何あるか、うん、頭の入ってまだ最後となんかメモリー。ありがとう。オーケー。なんかそういう中で、うん、紅茶とかマサラとかいろいろある。オーケーオーケー。そうそうそう、ありがとう。ありがとう。はい、どうたしまして。なせばなる、なせねばならぬ、何事も、うん、そうでもないぜ。そんなに簡単じゃないからさ、うん、これはゆっくり。君の店はどこ？まだ近い、近い、うん、ちょっとね、喉がカラカラ。無理やり買わねえください。無理やり。もちろん、はい、そんな日本人無理やり好きやね。私いいじゃん。オーケーオーケー。あと何分？私に見せ、こっち、これ下まで行くの。あ、めんどくさいよ、下まで行くの。オーケーオーケー。名刺で no 違う、無理やり買わない、見るだって。あ、いいよ、めんどくさい。Just look. めんどくさいよ。名刺だけもらってあげようかなと思ってるから。下に行くのはめんどくさい。階段上下するのがめんどくさい。ハンディキャップパーキング。ああ、オッケー。ハンディキャップス。今の人は大丈夫かなと思ったけど、ダメでした。性格優しくしてあげたのに。大丈夫だよ。Going to Japanese girl. Japanese girl? Yeah. Going. You were looking for tea shop? 大丈夫。Thank you. I'm fine. Don't worry. No problem. 優しく言ってあげましょう、最初は。優しくね。どうしたの？まだいいの？200 old.Handicraft, souvenir. 200 years old. Very old. No, just picture. No. Picture. I'm not buying. No, no buy. ここはね、屋根がついてて涼しいんですけど。No buy, no looking. 向こうは外ですね。No, very old market. Very old handicraft. Only just. No, I'm not going. Thank you. めんどくせえな。まあでも本当にモロッコに比べたら全然余裕です。これは普通に。ビジネスしようとしてるだけ。本当に全然イラつかない。はい、なんかね、さっき食べた揚げパンがすごい塩分だったみたいでめっちゃ喉乾く。
やばい。なんか肉くせえなと思って、生肉くせえなと思ったら吊るしてますね。ここでさばいてるのかな。屠殺は行われてないよね。あ、行われてるって言ったかな。あー、なんかめっちゃラム肉の匂いするね。ちょっと臭いですね。こっちもさばいてます。はい、中国人って言ってんのかな。チェレラメ、お肉いっぱい。イスラム、チョンチョン、マトン、no、チョンチョン、チョン、チョン、なんだろう。チョンチョン、いた。狭くてぶつかる。あ、臭いね。生肉臭いね。衛生的には絶対に良くないですね。あ、すごい。ハロー。ハロー。What is this? Chicken? Beef. 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 Ah. Beef. 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 あちこちでさばいてますね。ヤギもいっぱいつながれてますね。これから食べられちゃうのか。すごい痩せてますね、みんな。なんか美味しくなさそう。あんなに痩せてると。皆さん、もしまだ俺のアフリカ映画見てない人は見てください。ヤギ食べてます。これは結構大きい。すごい大きい。美味しそう。これは美味しそうだぞ。ちょっと孤独な感じで。あのマサイ族の動画ね、いい動画なんでぜひ見てください。ハロー。あ、ヤギの頭。やばい。首が。これは映せない。あ、向こうに頭だらけ。これはニワトリですね。チキン頭出して、名前違うんだっけ。これ大きいよ。これでもね、うちの母親とかも昔はその実家でニワトリ閉めたりしたって言ってましたからね。何年前だあれは。日本でもね、昔はこのまま家庭でさばいたりしてましたからね。この辺はスパイスコーナー。辛い匂いがします。ハロー。辛そうです。ブラザー、アムティアバード。ありがとう。ナマステ。ダメだね。あげないよ。裸の大将。大将、もうこっちはまだ裸で歩いてる人たまに見かけますね。本当にね、路上生活者もめっちゃ多い。路上生活者、ホームレスたくさん見かけます。でもね、不思議なのがね、そのホームレスの人たちがスマホ持ってるんですよね。路上で寝て横になりながらさ、スマホいじって動画見てるんですよね。あれはどういう状況だろう。分からないですよね。ちょっとニューマーケットの違うところに行きましょうか。向こうも続いてますね。帽子屋が見つからないですね。店の数に対しての帽子屋が圧倒的に少ないんですよね。おかしいよ。みんな被ってないもんな。シミとかできないんだろうな、被らなくても。帽子がね、少しありました。ただやっぱりね、こういう
パケットハットっていうの、ここがね狭いからあんまり日よけにならないんですよね。まあ安いからいいんですけどね。これで200ルピー、キャップだったら150、300円ぐらいなんですよね。どっちにしようかな、これかキャップにしようか迷ってます。ちょっと試着して決めます。結局キャップにしました。キャップなんて被るの何年ぶりだろう、何十年ぶり、高校生以来。こっちの方がね、つば長くて日よけになるかなと思ったので、ちょっと横が心配ですけど。気にしすぎか。まあ150ルピーなので、270円でした。まあタイとか行ったらね、ちゃんとしたの買おうかなと思います。それだったら日本まで我慢するか。もうこの辺は靴がいっぱい売ってますね。これも安いんだろうな。How much is this? みんな知らない。I'm just curious. How much is this? 17. 高いな。絶対もっと安いはず。この辺もね、T シャツ大体150ルピーなんですけど、場所によってはね、もっとふかけてくるところもあります。あ、うるさい。昨日ね、詐欺師の人たちが来たところまで行こうかな。なんか、誰かが話しかけてくれたらいいかな。こちらはニューマーケットから少し外れたところです。昨日この辺歩きました。短パンも買いましたね。短パン150ルピー、安かったです。多分こうやって歩いてたら怪しい人が話しかけてくるんじゃないかな。昨日みたいに、昨日はね純粋に買い物してたんでカメラ回してなかったんですよね。なんかあえて話聞いてあげてどっかついてってもいいかも。洋服屋さんがいっぱい並んでます。だいたい全部150ルピー。店によってはね、ふっかけてくるところもありますけど、他の店で150だったよって言えば150にしてくれると思います。で、値段書いてあるところもありますね。まあ現地人だったら100とかなのかな。あるじゃん、ハットが。色は微妙だけど、こういうの。あ、もう買っちゃったよ。遅いです。あ、I just got it. Thank you.昨日はね、次から次へと怪しい人来たけど、今日は来ないですね。どうしたんだろう。顔が割れたかな。ちなみにね、この辺の T シャツはね、なんかね、ワンデザインに対してワンサイズしかないんですよ。昨日買おうと思っていろいろ見たんですけど、いいなと思っても M サイズで、ラージあるって聞いたら、次はね、別のデザインになっちゃうんですよね。そんなのが続いて結局やめました。このバングラの T シャツがね、M サイズでめっちゃピチピチなんでね、ラージが欲しいんですよ。でもラージだといいデザインがないという、すごい混んでる。やばいやばい、結構みんなこのカメラ見てるの。大丈夫かな、絶対話さないけど。シューズ街に来ました。たくさん売ってますね。ああ。This one. Yes. How much are they? How much? Different price. How about this one? This one 1,000. 1,000? Yeah, 1,000 rupees. It's expensive. Yeah. Not very expensive, man. Just Hong Kong dollars, just $100. It's not authentic.
Nice, nice shoes. Thank you. Yes, friend, what type are you looking for? Tell me, I show you. Thank you. この辺はカメラ屋さんがいっぱいですね。こちらはここもカメラ。こういうところで買う人いるのかな。安心安全なカメラかな。どうなんだろう。ソニー、キャノン、ニコン、パナソニック、全部日本じゃん。すごいね。日本もすごかったね、昔は。I'm okay, thank you. こっちもほらカメラだらけ。あ、すげえ古いカメラ、昔のやつ。カメラの部品ですね。こういうの持ってたな、昔。懐かしい。 Can I record what you're doing? Can I record your hand? Like this? Camera repairing.通じませんでした。 Thank you. Thank you. 黄色の綺麗な建物があります。これは何だろう。みんな横になって寝てますね。宗教施設かな。この辺はスマホの修理屋さんですね。修理してるところ見たいな。ないかな。みんなやってないや。わお。あ、ここもそうだ。なんかね、油というかガソリンの匂いがしますね。付きまといの動画撮りたかったんですけど、誰も付きまとってくれないので。次の目的地に行こうと思います。インドはね、世界三大うざい国の一つですね。インド、エジプト、あとモロッコ、3つ全部制覇しましたね。インドはね、地域によってね、さらにうざいところがあるらしいので、そこでね、様子を撮りたいと思います。次はね、マザーテレサのお家に行きたいと思います。マザーテレサが、活動していたお家ですね。またバイクタクシーで行きます。こちらはサトウキビを潰す機械です。インドではこれでやってるようですね。Thank you. I'm okay. Thank you. バングラのね、サトウキビジュース美味しくなかったので、多分インドも同じだと思います。You're from Japan. Yeah. How India look like?How India look like? It's nice. It's very busy. Yeah, I like it. It's very busy right now. Until 8:30 in the evening. Oh. 運転手はさっきの人と一緒です。あれ？二つ前の人かな？びっくりしました。こんなこともあるんですね。来ました。こちらですね、マザーテレサのお家。1階がマザーテレサのお墓になっていて、2階はかつて活動していた部屋らしいですね。マザーテレサって何した人かなっていまいち分からなくてね、改めて調べてみると、とにかく貧しい人たちを助けたみたいですね。路上生活者たちを呼び込んで病気の人を看病したりしたようです。優しさで人は救えないと思いますけど、実際彼女に救われた人たちはたくさんいたようですね。ここでは今でもそういう人たちが送られてきて、看病をしているみたいですね。世界中からボランティアスタッフが集まってね、活動しているようです。なんかね、もう亡くなりそうな人を見取ったりするらしいですよ。そういう人たちのお世話をする、洗濯とか会話したりとか、あと下のお世話とか、そういうこともやってるみたいです。中に入ってみましょう。
どこがお墓なんだろう、ね、すごい広いですね。はい、中にミュージアムとかもあったんですけど、撮影禁止でしたね。喋ったりもできない状態でしたね。仕方ないです。せっかく来たけどあまり映せなかったですね。あと中にね、何人かボランティアスタッフがいました。白人の人たち、日本人でね、ボランティアに参加する人も多いみたいですよ。でも参加した人の話を聞くと、すぐにね、やめたくなったって書いてましたね1時間ぐらいでやめようと思ったって書いてました。その理由がなんかね、自分がいなくてもボランティアが回ってるって言ってましたね。人が多すぎて逆に効率が悪かったって書いてましたね。まあどうなんだろう、知らない人の、本当に亡くなりそうな人の、なんちゅうの、排泄とか手伝うのは難しいですよね。そこまでやらせてるのか分かんないけど、一応そう書いてましたね。まあでもね、どうなんですかね、そういうさ、路上で生活してる人たちを助けるのも大切だけど、やっぱね、国を変えるのも大切ですよね。必要ですよ。だってそのマザー・テレサが生きてた頃も貧しい人たちはたくさんいて、今もたくさんいてね、そんなに変わってないですからね。日本だったらね、あの生活保護とかあってさ、前調べたら東京で、月12万円ももらえるんですよね。北海道とかで10万円とか、ただ家でゴロゴロしてるだけでもらえますから、まあ悪用する人もいるかもしれないけど、そういうふうに上の方、国をね、変えていくというのも大切かなと思いますね。そういう目の前の貧しい人たちもね、かわいそうかもしれないけど、と何もしない人間が偉そうに言ってます。あくまでも感想です。じゃあ一度宿に戻ろうかな。そしてまた夜ご飯でも食べに行こうかなと思います。ちなみにね、ここに着いた瞬間はね、子供たちがバーッと寄ってきてね、なんかお金くれと言ってきます。かわいそうですけどね、でもああいう人たちもね、なんか全然嫌な子供じゃないんですよね。他のカンボジアとかの子供はきつかったけどな。あとモロッコとかもね、モロッコ子供はそうでもないか。今右手にもね、あの歩道で寝てる人たちがいるんですよね。日本ではそこまで見かけないですよね。まあそういう場所はありますけど。よし、おしゃべりはこの辺にして戻ります。このお店に来ました。2つのブログで美味しいって紹介されてたので間違いないと思います。カレー屋さんです。こっちだよね、左、あ、合ってるかな。これだ。お店はこういう感じですね。入り口でメニューを見て注文します。お店のサイズはこれしかないって思いました。ちょっとでかすぎますねまあいいや、ちょっとね、胃が気持ち悪いんですけど、多分ね、あの揚げパンみたいなカチョリが原因だと思います。なんかね、ムカムカしてます。多分大丈夫だと思います。カレーはね、エビのカレーを食べました。早速来ましたよ。こちらですね、ジャンボエビって書いてあったけど、そんなにジャンボじゃないです。小さい、しかもね、殻がついてる。これがポテトチップス。そしてこちらがライスですね。あ、ありがとうございます。これ殻むいて食べるのかちょっとめんどくさいですね。ルーが少ないね、しかもご飯の割に。こんな感じです。食べよう。インド初カレーです。いただきます。
これぐらいだったら日本でタダでしょ。ちょっと期待を超えてないです。チップス、ライムを絞ります。でもさ、これエビを両手使わないと無理だって無理ですよね。これ使っていいのかな、左手。これ160ルピーでした。2万円でいくらだ。こういう感じの小ぶりのエビです。皮をつけて、おいしいけど、スペシャルじゃない。俺はもっと、俺は求めてた。過去に食べたインドカレーはもっと美味しかったんですよ。まあでもそれはね、インドではないんですよね。他の国で食べたインドカレー。まあでもアフリカとかはインドカレーとは言ってないけど、めっちゃ美味しかった。でも美味しい方かもしれません。別に日本から作るとかね。日本作るとかルーが少ない。やっぱり全然足りん。ルーくれ。この左手をどこまで使っていいのか分かんない。ルーをね、足してくれましたね。これ有料なのかな。なんか食べていくうちにどんどんコクを感じてきました。前半より美味しく感じる。デザートが来ましたね。英語が通じないので何かは分かりません。プリンかな、そんな感じですね。なんだろうこれ。ゼリーというかプリンというか、その中間かな。何の味だ。思い出すね。美味しいです。あ、ラッシーっぽい。これがなんかラッシーっぽい。ちょっとラッシーが固まったみたいな。これ、隣にね、家族が座ってて、そっちのカレーの方が美味しそうですよ。なんだろうな、チキンかな、ビーフ。で、塩が置いてあるので、多分そういうのでね、味調節したりするんでしょう。自分好みで買えるでしょう。やっぱみんな右手で食べてる。ちょっと左手の使い方を今やります。というわけで、本日はインド、コルカタから動画をお届けしました。もしこの動画、楽しんでいただけたら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それでは、またねー。